こんにちは、佐藤すみれです、今日の動画では、今年の2023年夏に購入した、ひなののお洋服、夏物の購入品についてご紹介していきたいと思います。まあ、前回のバースデーっていうお店のくくりでやったので、今日はいろいろなブランドさんごとに、今年買った購入品の紹介をしていきたいと思います。まずは、サーティワンアイスクリームとブリーズというブランドのコラボのお洋服から紹介していきたいと思います。じゃーん、かわいい。私の大好きなサーティワンアイスクリームのポッピングシャワーっていうフレーバーが大人気のね、一番人気のあって、それの T シャツです。で、実はこれ姉妹コーデとか兄弟コーデができるっていうことで、じゃーん、こっちのワンピースの形の、これはラブポーション31の味ですね。これをね、こんな感じで買ってみました。ということで、実はね、来年に向けてこれは買ってみました。2人兄弟で、まあ、でもひなのはこれを今年一人でというか着てます。で、来年はこれでおソロコーデができたらいいなと思って購入しました。こちらはブリーズというブランドですね。ブリーズと31アイスクリームがコラボしたお洋服でした。こちら2着。アイスクリームのね、柄で可愛いですよね。で、そして同じく31アイスクリームと今度はアプレレクールというブランドさんのコラボのお洋服を紹介します。それがこちらです。これはもう値札とか取っちゃってて、ひなのがすでに着てるんですけど、こちらはこんな感じで I am foodie 31のアイスが書かれてますね。で、これとセットでというか合うかなと思って、このパンツも購入してます。結構男の子にね、着せる人が多いかなと思って、実はこれ上下80買ったんですよ。で、来年の2人目のためにこんな感じでコーディネート組んで買ってたんですけど、案外80がひなの入ったので、今年ひなのに着せて来年お下がりでできればなと思ってます。で、もう一つ、もう一枚はこれもアプレレクールと31のコラボです。じゃーん、これもポッピングシャワーになってます。もうめちゃくちゃ可愛いです。結構横幅がね、広めのタイプでした。これとかはまだオンラインでも売ってるんじゃないかなと思います。これを着せて一緒に31アイスを食べに行こうねって言ってます。31コラボはひなのは今年はこれとこれのワンピースとこの上下を着てる感じですね。そしてそのアプレレクールの普通のコラボじゃない商品も今年購入していて、それがね、こちらです。じゃーん、もう何回も着てるんですけど、ジンベイ、浴衣ジンベイみたいな、なんか結構フリフリしてて可愛いんですよ。これはね、ちょっと大きめで購入したので100サイズを着てます。まあ来年も着れるかなってことで、これもアプレルクーですね。下はこんな感じでセットになってます。これもいろんな色があってすごい悩んだんですけど、このブルーラベンダーの色合いがすごく私好みだったのでこれにしました。これも今年購入してます。で、結構着てます。これは、はい、ここでアプレレクールブリーズの紹介、31コラボの紹介はおしまいで、続いては今年結構買ってるんですけど、インスタで見つけてすごい私がすごく好きだなっていう世界観のブランドさんがあって、ことことっていうブランドさんなんですけど、じゃーん、かわいい。で、これはラベンダーとブルーの2色展開で、後ろがこんな風にリボン、大きいリボンがついてるんですよ。で、パフスリになってて。で、これなんてもうわざわざ取り寄せして買ってきました。もうオンラインになくって。これも100を買ったので、まあ来年も着られるんじゃないかなと思ってます。で、このことことさん
お誕生日の日にね、実はこれも着せたんですけども、世界観がもうこういう感じで、もう淡いパステルカラーというか、私が大好きなお洋服なんですよね。これはお花の刺繍がいっぱい書かれていて、これもふわっとしたパフスに、後ろがチュールのリボンになってます。ここのところにリボンがついてるイメージですね。で、これとこれは後ろにリボンがついてます。かわいい。本当に男とさんはね、こんな感じのタグですね。めちゃくちゃかわいいです。これも同じく100サイズを購入してます。結構すぐオンラインなくなっちゃうんで、もうないかなと思うんですけど、あのセレクトショップでお店に置いてあるところとかもあったりするので、よかったら見てみてください。こちらもことことで購入してます。じゃあ、めちゃくちゃ可愛いでしょ。これはなんと言うんだろう、レインボーカラーというか、いろんな色のチュールがこうふわっとした感じで、なんかバレリーナみたいなイメージですね。これはひなのはディズニーシーでリーナベルちゃんのコーデで着てました。可愛い。これも全部100買ってるので、もしかしたら結構そのタイトめなサイズで作ってるのかもしれないですね。普段ひなの90着てるんですけど、100で大丈夫なので。ここにもお花の刺繍が、結構お花モチーフが多いですね。これはアジサイですね。超かわいい。しかも結構これ薄手で、もうさらっと1枚で着られるので、かなりあのお出かけの予備のお洋服とかでも持ってってます。ここはこう二重のフリルになってて、ほんと1枚で可愛く着れるっていうのが、で、ここのブランドさんほんと全部そうだね。もう1枚とりあえず着とけば、もうドレッシーになるし、もう可愛くコーディネートできちゃうっていう。今年買ったお気に入りの4枚ですね。これがことことさんです。インスタチェックしてみてください。あ、もう1枚あった。これもことことさんだ。かわいい。結構これくすみカラーで、これも3色あったんですけど、またミントにしちゃいました。結構私ミントカラーが好きで。これもミントだから、結構同じような色ではあるんですけど、まあ、全然形が違うし。これもなんか、ま、ちゃんとした日も着れるけど、普通のお出かけにもよく着てってます。上がこの綿の感じなんで、ピタッとしてて。動きやすいし、可愛いですよ。大人っぽくなりますよ。それとあとはですね、あのブランドさんというか、結構あのハンドメイド作家さん、インスタとかであの探して見つけたハンドメイド作家さんとかから購入したりオーダーしたりすることもあって、今年はあの抽選で当たったんで、この2枚を購入しました。じゃーん。こっちが90、こっちが100。こういうね、本当に手作りのものを探して買ったりとかもしています。これは沖縄でね、来ましたね。すごい沖縄の雰囲気に合って良かったんじゃないかなと思います。こっちはまだ着てなくて、100サイズなんで、まだもうちょい先かな。頭のその髪の毛のリボンもこうつけてあって、今はここにつけてるんですけど、これもお揃いでポニーとかでつけられたら可愛いなと思います。まあ、こういうハンドメイド作家さんのものも買ったりしました。で、最後に、これはちょっと夏物ではなくなっちゃうんですけど、まあ、最近購入したってことで特別編で秋物1点だけ。シャーリーテンプルをデビューしました。もう絵柄は完全にこのフルーツ、ぶどうで秋ではあるんですけど、まあ、販売は本当に夏真っ只中だったので、一応おまけで紹介します。これもあの、オリジナルプリントで、もうすぐに売り切れてしまって、最後の1枚でオンラインで購入したんですけど、見てください、この繊細なレースとこだわったオリジナルプリントのブドウ。もうこれ色見た瞬間に、もう紫これ買うしかないなと思って買いました。思い切ったね。で、トップスもじゃーん、同じ子にブドウがついてます。で、これを合わせてできるのが楽しみですね。で、これも100買ってるので、まあ来年まで着れたらいいなと思ってます。
こんな感じで今日は紹介していきました。まあ、他にもいろいろあの細々とした購入品とかもあるんですけど、結構去年から引き続き着てるものも多かったりとかしたので、まあ、今回は比較的今年買ったもので出番が多そうなものを紹介しました。まあこうやって秋物もねいろいろ出てきてるので、またお買い物楽しみたいと思います。それでは次回もお楽しみに。